エス、サボ、これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。商談成立。頂上戦争から2年、世界情勢は大きく変化していた。海軍本部元帥千石が職を辞し、新たに赤犬が元帥に就任。それに先立ち、赤犬と決闘し敗れた青木地は海軍を去った。また白ひげの死により空席となった四皇の一席には白ひげの能力を手に入れた黒ひげが収まり、日に日に勢力を増している。かつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは今や最悪の世代と恐れられ、すでに新世界で名を挙げているものもある。一方、頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味はルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいた。ルフィ自身もレイリーの教えにより覇気を習得し、大きく成長を遂げ、約束の地シャボンディ諸島で一味は再会の時を迎えようとしていた。みんなはま
まだついてないのかしら。見つけて合流しないと。メインテンポ。目撃情報があった。しらみつぶしに探せ。メインスパーク浮き雲はっ。いやラストソード。いきなり海軍に出くわしちまうとはな。だが俺も昔のままじゃねえ。おいしいライオン食べたいな。ご飯の時間よ。いやゼウスブリーズ。メインテンポ。メインラストボール。ボールライオンラスト。メインテンポ。いい加減諦めてくれ。アロン久しぶりね。海軍モルガナ増援が呼ばれる前にみんなをぶつけましょう。珍しい生き物だな。俺たちの船でペットにしてやるぜ。俺はペットじゃねえぞ。なんでこんな追いかけてくんだよ。ライオンラスト。サイクロンテンポ。メインテンポ。メインラスト。心配で来てしまったが、やはり海軍が警戒を強めておるようじゃな。海賊麦わらの一味を確認しました。至急応援を願います。とうとう来たが、奴らはいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かった。相手はあの麦わらだ。パシミスターを出すぞ。あいつは2年前の。パシフィスタの相手はわらわに任せよ。ご飯の時間よ。いや俺たち、あの麦わらのルフィの仲間なんだぜ。私たちの偽物がいるみたい。騒ぎを起こされる。海軍にやってくる。メインスパーク。
海軍が熱海を警戒してるみてえだ。見つかれる前にみんなを探そうぜ。夢と感動を乗せて動き出したあいつの名はアーマード俺。やはー、何よウソップ、ちょっとたくましくなっちゃって。そうだぜ、悪いが俺はおめえとチョッパーとの逆襲トリオは卒業だ。何が起きてももう同時、そんな戦士に俺はなったのさ。フランキー、ビーム出んのか、ミサイル出んのかよ。武器だけじゃねえ、この体にはたくさんの機能があるんだ。メカゴミにメカってついたぞ。Thank you.
海賊狩りのゾロ、やはり生きていたんだ。捕らえろ。船を探してるだけだってのに、次から次へと海軍が現れやがる。あれはゾロかしら。早く合流しないと騒ぎが大きくなって海軍だらけだな。最高のラストライブだったぜ、マネージャー。今までありがとう。待てブルック、引退されちゃ商売上がったりなんだよ。ブルックが誰かに追われてるみたい。早く助けてあげた方が良さそう。よし、やっつけてやるぞ。ご飯の時間よ。いやー、ゼウスブリーズ。よし、終わり。感謝します。よほほほほほ、お久しぶりですね。この島には本物のレディーが生息してる。
わらの一味、未だ捕獲できません。2年前とは比べ物にならない強さです。当然だ、奴らを舐めすぎてねえか。とにかくワイが行くまで耐えろ。ゼウスちゃん、よし、やっつけてやるぞ。ご飯の時間よ。いやー、ゼウスブリーおっしゃいだね、サリンを急ごう。海軍の意地を見せてやる。ハタ、モルガナ、ラストソード、ハッ、レイン、モルン、意外に近いじゃねえか。ゾウの一人じゃたどり着けてねえだろ。送り届けてくれて助かった。おーい、みんな集まってるか。食べたい。終わらせようでしょ。
さねえと船を出せねえな。いやホースブリーズテンポーク攻撃準備完了。攻撃を始める。わらを止めてやる。ほんじゃな。お前とはまたどっかで会いそうな気がする。早く行け。エリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあエリー行ってくる。ああ、頂点まで行ってこい。おじゃ、どこの誰だお前は。ロジャー、全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。すーげー！フランキーかっこいい！おーい！みんな！おーい！またみんな揃った！出航か、ナミ。ええ、どうぞ、船長。じゃあ、野郎ども、2年間も俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。出航だ。2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち、麦わらの一味、魚人島を経由しついに新世界の海へと漕ぎ出す。航海中、緊急信号を受信した一味は発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは金右衛門と名乗る和の国の侍だった。拙者、この島に息子を助けに来た桃之助という子を知らぬか。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち、その途中桜花七部会となっていたトラファルガー・ローと再会する。
麦わら屋、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカータシギとの共闘を経てこれに成功する。金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行はローの提案により次の目的地ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すためスマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに桜花七部会からの脱退を要求するロー。翌朝ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ本人から連絡が入る。俺だ、七部会をやめたぞ。今から8時間後北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。その島から早く逃げろ。急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら黒。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わら屋と俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。これを聞いたフジトラはローの七部会の称号剥奪を宣言し攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。よっしゃ決めるぜ。おい、ルイ。あ、なんだ。レベッカ、冷静になれ。やだよ、私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。何よ、親でもないくせに。あなたは片足のおもちゃじゃない。待て、やけになるな。すげー、おもちゃが喋った。うっ、ややこれはご客人。面白い。いやいやいや、面白いですから。いかがかな、いかがかな。おいおっさん、そんなことより工場について。工場、いえ全く存じ上げません。そうか、なかなか聞き出せねえな。こっちから早いとこ。ちょっと待て、ここでそんな過激発言はタブーだ。おいお前ら、今何と言った。ああ、それ見たことか。怪しい奴らめ。ひとつ、
厄介なことになった。工場の話は後だ。今は目の前の敵を倒そう。いつの間にか周囲を包囲されておる。全員倒されば先へ進めんだろうな。知り合いか。娘のようなものだ。親のいない彼女の面倒を私が見ていた。へえ、おもちゃが人間の世話を。やっぱここ変な国だな。いくら倒してもキリがねえ。あ、お前ら仲間呼ぶのやめろ。ジェラル大丈夫。アイアンパンレー。確かに工場は存在する。だが、私もまだ正確な位置を把握していない。ドン・キホーテファミリーから聞き出すのが一番手っ取り早いだろう。私たちによる殺し合いだ。この国ではこんな残酷な勝負
地上左半地球この試合が日本だとドレスボールまこと恐ろしい国でござるな。痛え国だな、ドレスローザ。これも全部ミンゴと工場のせいか。昔は本当に幸せないい国だった。ドフラミンゴに乗っ取られるまでは。だがそんな悲劇も今日で終わりだ。必ずこの手でドレスローザを取り戻す。工場の場所教えてもらおうか。俺が知ってるのはコロシアムの近くにあるってことだけだ。今回の大会の景品、なんとあのメラメラの実らしいぜ。メラメラの実が本当か、本物なのか。それどちらにせよコロシアムに向かおう。そこで真実が判明するだろう。アイアンパンダゼラルキャノン許せねえ。潰れちまえ。大丈夫ジェネラル、ジェネラル。なんだこんなもんかよ。ドン・キホーテファミリーも大したことねえな。地下へと向かうぞ。工場に迎えるな。だな。あ、でもその前に
これ欲しい。メラメラの実。エースの能力をどっかの誰かに持ってかれるのは嫌だ。おめえにとっては形見ってことか。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。コリーダコロシアム、一般からの出場受付打ち切りますよ。おお、出る出る、俺が出るぞ。待て待て、その格好で行くつもりか。そっか、わかった。出場登録ですね。お名前は？俺はルーシーだ。決まったな。